愛知県では昨日の時点で入院患者の数が1028人となり、初めて1000人を超えました。入院患者さんが1000人を超えたというこの厳しい状況からいたしますとですね、5月31日までで、まあ一区切りということにはならないのではないか、まあ、そういう厳しい状況だと。重症の入院患者もおととい92人と過去最多になり、大村知事は厳しい状況が続く限り緊急事態宣言の解除は難しいとの考えを示しました。